今日皆さんにお伝えしたいキーワードというのは、ヒューマンコンピュータインタラクションおよびユーザーインターフェースというキーワードになります。ヒューマンは人ですね。で、インタラクションって対話です。コンピューターはこいつです。ヒューマンコンピュータインタラクション、まさにこの対話のことになります。宮下先生が先ほど、ゴーグル型のメガネをお見せしてましたけれども、僕も、これではないんですけど、今もう一つ使っているメガネは、僕の集中度をずっと計測しているメガネがあります。まあ、つまり、いかにここでずっと計測していて、僕が集中できてないかというのが分かったりするんですけれども、そういうふうな仕組みっていうのは、もうコンピューターはどんどん実現されています。そういうものとのやりとりってどうあるべきなのかっていうのを研究するのは、ヒューマンコンピューターインタラクションの分野です。もう一つ、ユーザーインターフェースって言葉があります。ユーザーは人、使う人ですね。インターフェースって界面です。界面って何やねんって話ですけど、まあ、洗濯とかする場合に界面活性剤って言葉聞いたことないですかね。なんかこう、いろいろ混ぜてしまうやつです。ああいう風な、間にあるものを界面と言います。パソコンを使うときのキーボードとか、マウスとか、スマートフォンを使うときのこの画面の触る部分とか、僕が照明を消したりするときに、つけたり消したりするときに、ここのボタンを触ったりするわけですね。つけたり消したり。これもユーザーインターフェースです。何かの対象があって、そこにあるもの。で、そういったものを学ぶ上で必要なもの。例えば、うちの学科で学ぶのに必要なことっていうのは、人を知るということになります。ちょっと皆さん、この中から 0.5 以上の数5個あるんですが、探してもらっていいですか？ちょっと。0.5 以上のもの。5個あるんです。1、2、3、4、ん？あ、5あった。見つかりましたかね。まあ、なんとなくですけど、まあ、見つかっていくんじゃないですか。で、次、この数を倍にします。ちょっと同じように 0.5 以上の数を数えてみます。さあ、大変ですね。1、2、3、4。ん？あ、5パターン。みたいな感じで、なったと思います。まあ、多分ですけど、まだ全部見つかってない人はいらっしゃるかもしれませんが、さっきの、この28個の時に比べて、56個は、まあ、倍ぐらいの時間がかかってるなっていうのが、なんとなく皆さん感覚的にはわかるんじゃないでしょうか。じゃあ、ちょっと一つ別のことをやります。24個の丸の中から、5個の赤い丸を探してください。見つかったら手を挙げてください。なんだこれって話ですけど。何言ってんのって話ですよね。じゃあちょっと数増やします。96個、4倍にします。バカじゃねえって話ですね。600個に増やします。もう一回お願いします。ですよね。100倍にします。2400個です。となるわけです。先ほど数字の場合、数が倍に増えたら、倍時間がかかるわけです。でも、このものって数がどれだけ増えようが皆さん瞬時に把握できたと思います。これが人の力ですね。人はそういうふうなものを瞬時に把握する力っていうのを持っています。こういうのを全中意識別というんですけれども、そういう能力を持っています。まあ、つまり、例えばさっきの 0.5 以上のものも、こうすると、ちょっと太字になってると、あ、ここだねってすぐわかるんですね。もしくは、赤色になっていると、まあ、あそこか、なるし、もう一つ。こう背景に色をつけて、太字にして、色を変えるとかすると、わかりやすくなるわけです。で、これって一つの情報を伝えるテクニックなわけです。その先ほどの、例えばプレゼンするときに、こんなものを提示してても、こう、みんな混乱させるだけなわけですね。こういう時に、例えばこういう工夫をしてしまうと、相手に伝わるわけです。まあ、これがまさに相手、人のことを知って、それをどう使うかって話になります。だからこそ、そういうことが重要なわけです。人は、先ほど見せた人に、瞬時に、例えば250ミリ秒以下で違うものを認識できるっていう能力を持っているとか、見ているものと頭での解釈が異なるって話。だからこそそういうことを人を知って、そのためを生かした人のための仕組みを作っていくことが重要になってくるわけです。
さて、で、そういうふうなことをやってるものの一つがその僕の、やってるもので、失敗から学ぶユーザーインターフェースというものです。今日の講義ではそれをちょっとだけ紹介させていただきます。うちの学科ではこれ全員がこのことをやって、いろいろと身につけていくというふうなものになっています。ね、なんでこういう悪いものを扱うのっていう話なんですけど、まあ、いいものはぶっちゃけわかりにくいんです。皆さん、例えば使いやすい包丁って、多分何も違和感なく使ってしまうんですけど、使いにくい包丁があった時に、これすごくイライラしてしまって、使いにくいとか思ってしまう。もしくは、なんかお店のサービスがすごく良くて、すぐ氷が出、水が出てきて、メニューが出てきてっていうのはイライラしてすぐ使えるんですけど、なんか水がいつまで経っても出てこないなとか、メニューが分かりにくいとかになると、すごくイライラしてしまうんですね。で、そういう際に気づきます。で、そういうふうなものに気づきがあるからこそ、そこをなぜかを考えて、またそれはなんで人は勘違いするのってことを考えるためにやっています。あと皆さん、これからどんどんいろんなものをみな、普通の人が作れるようになります。そうしたときに困ったものを作り出さないようにというのはあります。例えばですけど、皆さん、この扉、これ六本木のとあるレストランの扉なんですけど、押して開けますか引いて開けますかで、答えは押して開ける扉なんです、これ。引けません。引いてもこうやって扉開きません。デートで行けるようなおしゃれなお店なんですけど、こうやってやるとこう、かっこ悪いことが、醜態を晒すようなことになってしまうような扉です。なんでこうなってしまうの？その扉の取っ手があるからこう掴んで、これを引きたくなるわけですよね。でもそうじゃないから間違ってしまう。そういうものです。まあ、つまり、人はそこにある手がかりを使って対象を操作しようとします。それを適切に提示しないと困ったことになるという話でした。皆さん、どちらの方のトイレに入ります？これちなみに、すぐ近くの、高田馬場にある大学なんですけれども、どちらに入るでしょう？これちなみに、こうなんですよ。どうやら、マンとウーマンの頭文字らしいんですが、バカ野郎って話じゃないですか。形はどう考えたってこっちが女性ですよね。スカートみたいな広がりがあって、男性みたいな肩の広がりがあるようなものになる。そうじゃないものになってると困ったことになる。まあそういうものでした。終了しますかってボタンがあったとき、OK は押すとき、皆さん A を押しますか B を押しますか、どっちに皆さんの OK ボタンはありますか？ Windows の人は左側にあります。Mac の人は右側にあります。なので実を言うとこれは環境によって変わります。で、こういうのっていうのが混在すると、使いにくいものになったりするわけですね。結構こういうの面白いところです。まあ、慣習と違うと困ったことになるので、そういうのを考慮する必要があるよという話でした。こういうものってあります。決意型を選んでください。記入してくださいって A、B、C、D。みんなここに多分 O とか AB とか書きたくなると思うんですけど、それが引っ掛けになっているってもですね。これ新宿です。トイレはどこにあるんだろうかって、すごい悩まされる。本当に勘弁してほしいところです。まあこういうもの。ちなみにこれ答えは左なんですけれども、皆さんまだ今冷静だからいいんですよ。トイレに行きたくて仕方がないというこれを見たら多分イラッとくるんですね。って話です。これ僕がハンガリーで出会ったエレベーターです。エレベーターに登って降りるときに、向こう、乗ったら向こうから老夫婦が歩いてきたんで、開けてあげようと思ってボタンを押したら閉まったんですね。感じ悪いですよね。僕、老夫婦を見ながら笑いながら閉めたっていう。にっこり微笑んだつもりだったのにってやつですけど、僕は閉まるボタンを見て、隣は開くボタンだと思ったら閉まるボタンだったんです。なんでって話ですね。右下に開くボタンですね。まあ、こういうのはやっぱ困る。これ、冷蔵庫です。キッチンタイマーがあるので、キッチンタイマーで10とか1でセットして、スタートストップを押すと、冷蔵庫が止まります。これは冷蔵庫のスタートストップなんですよ。キッチンタイマーのスタートストップはここにあるんですね。わかるかという話なんですね。まあ、みたいなこと。こうした対応関係とかグループ化を考えないと困ったことになるよという話でした。改めて、今日のトピックは人を知るっていうことです。ヒューマンコンピュータインタラクション、ユーザーインターフェースです。まあ、こうしたことをもし学びたければ、ぜひうちの学科ですとか、また他大学でも同じようなことをやってることありますので、そういうのを調べていただければと思います。ということで、以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。